こんにちは、しおです。今日も FF7 続きからやってきます。ということでティファたちの後を追いましょう。これは初めて来る場所だよね、このとこ。なんか見れたりするんか。そういうわけではない。遠くに何もないか。ここか。うん、こっから先は立ち入り禁止。はいはい塞がれてるね。あ、なんだ、皆さんお集まりになった。この者たちが世界をこんな混乱に貶めた張本人たちよ。なんかめっちゃでっかいのいるけど、あそこ何あれ、なんだこいつらは。あなたたちの無様な死に様をテレビで全国中継するのよ。スカーレットさん、なぜ今回はこのような公開処刑を。メテオで混乱した民衆をまとめるには誰か一人悪者、悪者を作るのがベストなのよね。悪趣味。キャハ、口には出さないけどみんな本当はこういうのが大好きなのよ。さあ、まずはこの子からよ。この娘からよか。やるならまず俺からやれ。ほらほら、カメラさんこっち。こういうお涙ちょうだい芝居が最高にウケるのよね。かなりのゲスだな。あの大きい人なんだ。ああ。これ何？電気椅子かなんか？あ。何するのよ。私の特製ガスルーム。ああ、ガス。じっくり時間をかけて思う存分苦しんでちょうだいね。ティファ死んじゃうよ。生意気ね。ああ、むちゃくちゃ。鍵落としてったね。さあ、楽しいショーが始まるわよ。緊急警報、緊急警報。ウェポン襲来、総員戦闘配備。うわ、ウェポンだ。逃げろ。タイミング。ちょっとあなたたち？畜生、こんなにいい時に。スカルトさん、今のお気持ちは？すごい。なんかあれ、ケットシっぽいんだよな、あのでっかいやつ。おや、お前は逃げないでいたの？感心感心。何？気持ち？今の気持ちね。が、何？催眠ガス。あ、ケットシーだった。くせ者。え、ケットシーだけ？あ、じゃあバレても戦えるんだ。よかった。助けに来ましたで。どうしてお前が？シーナの人間だろ？死刑には反対なんです。この女も嫌いやし。さあ、はよ、ティファさん助けんと。入り口見張っときますから。ありがとう。バカめ。もうスイッチは押しちゃったわよ。生きてるわ。これはどこへ？こっちか。どうした？パレット？開かないぜこりゃ。あ、はい、デッカさん。ルーファウスもいるわ。ウェポンです。最近やけに多いな。防げるか。なんとか。攻撃の許可は？聞くまでもない。自慢の大砲を一発食らわせます。全訪問開け。キャノン砲修正。目標ウェポン。ハイデッカーさんが仕事してるとこ初めて見初めて見たって言ったらだけど、初めて見たな。あ、その建物自体がもうなんかあれなのか。あ、違うのか。邪魔だからというか、危なくないように壁つけたのか。おー、すごい。動くところ見れると思ってなかった。うわ、すごいな。準備整いました。
キャノン砲発射。目標見えてんの？もう水でいいの？水の中なの？いけてる？そんなとこ行って大丈夫なんか？衝撃波とか来そうだけど。え、何？どうしたの？どうなった？やったか。おそらく。いや、やれてないやろ。ウェポン接近。速度50ノット、まっすぐこちらに向かってきてます。バカな。確かに命中したはず。キャノン砲は？準備に時間がかかります。これ、それまで通常兵器で時間を稼げ。は。全方門を開け、目標ウェポン陸に上げるなよ。あー、水から来てんのか。当たったけどダメだったのね。魚？おお、この人たちも大変だな。わあ、すごい。でかー。速度70だと、ウェポンなお接近中。ダメです、衝突します。いや、すごい勇敢だ。めっちゃ近くまで来てるのに。あ、割とあれか、上の方だから大丈夫なのかな。全然聞いてませんけど。あ、焦げた。うわー、ウェポンはなんで襲ってんの。あ、リファ大丈夫か。ガス、バレット助けて。息を止めてろ。少しでも長く我慢するんだ。無茶言わないで。止めるって言っても限界があるわ。クソ。なんだ、どうすればいい。どうすればいい。スカレット、違うな。どうしよう。作戦チェンジでさ、いっぺんこの部屋から出ましょう。オッケー。では必ず助けてやっからな。別の部屋出るって言っちゃった。今あれかな、 A 連打しちゃったよね絶対。嘘、開かなくなった。しまった、ここの鍵も閉められた。おバカさんたちね。これでもうこの娘は助けられないわよ。お前も助かんなくない。畜生。ムームー、またまた作戦チェンジですな。エアポートまで走るね。エアポートだ？ティファを放っといてなんでそんなところへ。ええからええから。こんなになったら一か八かや。エアポート。ここどこ？そっちじゃないのね。どこ行くねん？エアポートは逆やで。あ、すいません。エアポートで外からぶつけようみたいな算段？こっち？これか。なんかテレビ記者いるけど出るのね。よし、ケットシーのマテリアつけました。ちょっと何、お急ぎのところすみません。ちょっとインタビューを。うるさい、俺は急いでるんだ。キーン、大きな声出さないでよ。私は私、ユフィよ。あ、ユフィ。なんでこんなところに。うおー、上がってきちゃう。こいつは何しに来たん。さあ、説明はあと。さあ、エアポート急いで。オッケー。あ、待って、じゃあユフィマテリアつけます。オッケー、行こう。あ、ここか、久々だね。動けるんだこれで。これ
いける？飛空艇だっけ？おい、本当にこっちでいいのか？行き止まりだぞ。あれ？道間違ったかな？バカ野郎、どんすんだい？もうすぐ大勢やってきちまうで。ティファ？どうしたどうした？最後まで持ってくれよ、相棒。手足を動かし、頭を働かせて、なんとか椅子から脱出しろ。え、そんな。あ、いけそう。いい、あ、違うな。B、 あ、そう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 、いいよいいよ、頑張れ。ワンパターンではダメ。あー、オッケーオッケー。いや待ってよ、頭か。どうだ。あ、そうだそうだそうだ。同調しじゃないとダメなのか。いけ、ティファ、頑張れ。よし、外れた。オッケー。ガスを止めるボタンは？どこだ？あるのか、そんなボタン。あった。なんとかなりそう？換気されないからな。大丈夫？大丈夫？ HP は大丈夫。そういう問題じゃないんだろうけど。開いて。開かない？ダメか。おお、なんだなんだなんだ。今度はこっちか。忙しいな。悪い顔してんな。え、なに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 、光線でも撃つんか。あーららら、こいつは何の目的でシンラのやつを破壊してんだ。あ、てかあれか、すべてを無に帰すって言ってたから、生き物全部あれなのか。おお、すごい、やれたの。え、これと最終的に戦うとかないよね。あ、開いた。どうしたの？これ開けなさい。自分でこんな変な場所に入れておいて、今度は出てこいですって。勝手なこと言わないでよ。うわあ。いいところに穴開いたけど、これどうすんの？降りれる？大丈夫？って今バレットもびっくりじゃんね、こんなんね。え、これ下降りてっていいのか。なんか上から追ってきてるけど、神羅兵が。あー、あ、消えた。これ降りちゃっていいのかな。でも左右行けなさそうだね、今。わー、いっぱい来た。あ、ティファ？おー、すごい、受け身。どこ、これ？ヘリポートの方か。ちょっと違うか。違う、どこ行けばいいんだ。こっち？あ、こっち行ける。そんな先端まで行かなくてよくない？ティファ？シスターレイ。な、どうすんの？まだ行くの？先っちょへ？おお。鬼ごっこはここまで。あ、スカーレットさん、よう追ってきたな。その服で。ガス処刑は無理だったけど、ここから水面に、あ、
ここから落ちて水面に叩きつけられて死ぬっていうのも素敵かもしれないわね。だ、最後まで生意気ね。さっきからパンパン痛いのよ、この豊島女。この野、この野、ティファロが強いぞ。あら、何を見せられてるんだ。避けるないの？もう一回、足で行け、足で。き、悔しい。あ、逃げた。さあ、連れて行きなさい。さあ、年貢の納め時を抵抗すると本当に落とすからね。走れ。方の先に向かって走れ。誰この声。おお、バレットー。え、今の声バレットの声なの？頑張れティファ。あ、惜しい。あー、ナイス。すごい。これあれかな、シドが運転してくれてんのかな。なんか飛空艇も取られたみたいなこと言ってたよね、シドが。わあ、もうこの町に寄れないね。ジュノンだったっけ。あ、ユフィ倒れてる。やったー、大丈夫か。ちょっとほっぺた痛いけどね。そこ、それよりこれどういうこと。まあ詳しい話は後で適当に聞いといてくださいな。とにかく飛空艇ハイウィンドは皆さんのもんでさ。やったー。え、これで自由に行き来できるってこと。いろんな場所。ユフィ大丈夫。あ、船酔いしてた。無事でよかったね。そっちも、私もう少しここにいるから。うん、それがいいわ。オペレーション、なんか人もいるんだ。なんで働いてくれてんの、このお金も出ない施設で。あの人誰なの。ご苦労様です。手を離せないのでこのまま失礼します。何話そうかな。あ、僕たちの反乱の話をさせてください。反乱、あ、いいよ、聞きたい。僕たちハイウィンドのクルーは毎日ハイデッカーにこき使われていました。うん、あの人社長に叱られるとすぐにクルーに八つ当たりするんです。よく存じております。僕たちはずっと我慢してました。殴られても憧れのハイウィンドのクルーになれたのに、そんなことで辞めるのは悔しいですからね。そんなある日、確か7日前でしたよね。北の大空洞行きの任務の時です。社長やスカーレット部長と一緒に皆さんが乗り込んできたわけです。その中に伝説のパイロットシドさんの姿が。あー、そっか。シドさんは懐かしそうに船内を見て回ってまして、なんと僕たちにも声をかけてくださったんです。感激です。噂通りの熱いハートの人でした。シドさんはハイウィンドがあれば旅が楽になるとおっしゃりました。なんと星を救う旅だそうですね。ほんと感動しちゃいましたよ。それで僕たちは協力することにしたんです。大空洞からジュノンに着いた時に、僕は火事だと騒ぎました。そのどさくさに紛れてシドさんと僕たちは船をシンラから盗んだんです。おお、これが僕たちの反乱の話です。上司へのささやかな反乱ですけどね。わあ、でもバレットさん、ティファさんがハイデッカーに捕まってしまって、7日間救出のチャンスを伺ってついに実行に移しました。ですからティファさん、作戦成功。お会いできて嬉しいです。長い話聞いてくださってありがとうございました。ありがとう。なるほどね。え、なんかシドって、あれだね、やっぱ人脈があるというか、そういうとこなんだろうな。あんな性格だしな。てめえ、飛空艇が使えるなら最初から言えよな。俺はよ、ティファともさよならかと思ったぜ。すんませんな。でも敵を欺くにはなんとやらですわ。さあ皆さん待ってますから。よかった。みんないるのね。あれ、ん？あれ消えたんだけど。コックピットがこっち、こっちはチョコボって書いてあるね。チョコボ買えるの。あ、
あ、お、チョコボのお家っぽいのある。寂しいです。チョコボ乗せてください。どうやって？それではですね、自分で育てたチョコボに乗ったままハイウィンドに乗り込む。そうすればこのチョコボボを、チョコボにチョコボが入ってくるんです。はい、世話は私にお任せください。え、チョコボの育て方？それはよ、私もよくは知りません。チョコボ育てのことなら、ミッドガル近くのグリーン&グリーングリーン牧場で話を聞けば OK だと思いますよ。うん。よく言ってる。そのうちに、はぁ、あ、癒しが欲しいんだな。待ってろ。捕まえてくるわ。てか、クラウドどうすればいいんだろう。クラウドいないの寂しいよ。え、でもあれはクラウドじゃないのか。本物はいるのか。ようこそ、俺様の飛空艇ハイウィンドへ。いやー、すごい。いやー、これあれじゃん。社長たちが乗ってたとこじゃん。レッドサーティーもいた、よかった。どうしたい？もうちょっと感激しろい。シド。おう。メンバー足りないね。そうだね。ユフィはまあ下にいるとして。ヴィンセントは？あ、いた、ヴィンセント。無事でよかったな、ティファン。ありがとう。レッドサーティークラウドがいないとダメかい？オイラたちだけじゃ星を救えないのかな。そういう問題じゃないと思う。メテオが迫ってきてウェポンが暴れていて、そんな時に何をすればいいのかいいのかなんて私にはわからない。もうわからない。何言ってんだティファ、一緒に考えようぜ。俺たちが乗っちまった列車は途中下車はできねえぜ。クラウドがいれば全部解決するような気がする。クラウドがね、いつもそうしていたみたいにちょっと気取ったポーズで言ってくれるの。大丈夫だよ、ティファって。ティファ、いつからそんなに弱い女になったんだよ。ごめん、バレット。私もちょっとびっくり。がっかりだね。それにティファ、オイラたちがクラウドだと思ってたのは、わかってる。だから確かめたいの。もう一度会いたいの。クラウドを探しに行くって感じなのかな。俺たち見てるだけでいいんですよ。話しかけてくれなくてもいいです。なんでよ。ほら、何やってんだよ。怒られてる。あ、ダメなのか。ああ、なんで、ティファが話してちょっと動揺してピコンピコンしてるのか。ケトシありがとう。ティファさん、僕いろいろと真の情報を流しますからね。わからんことがあったら僕に聞いてくださいな。見習いパイロットレベル3。あ、シド艇長。艇長だっけ？合ってるよね、多分。姉ちゃん、すまねえが、これ、俺様はこいつに着陸の仕方を仕込まなくちゃなんねえんだ。あ、オッケー。なーに、すぐに終わっからよ。そうだ、姉ちゃん。まあ、目的は何にせよ準備が必要だろ。オペレーションって部屋でちょこっと準備してこいよ。あ、オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと行ってくるか。ここは、あ、セーブと回復もできるのか。へえ、すごい。一回セーブしよう。よし。セーブとかいろいろしてきたので、次行きましょう。バレットに話してないよね、まだ。俺はよ、クラウドのことを考えると訳がわからなくなっちまうんだ。いくら信頼や北条でもよ、人間を作っちまうなんて信じられねえしな。でもあいつのせいでメテオが来ちまうのは確かだ。はっきり言ってあいつに会ってもどうしたらいいのか、わかんねえぜ。あ、待って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 。俺様はあいつのことは嫌いじゃなかったぜ。変なやつだったけどな。かっこつけてるかと思えば、間の抜けたこともする。やたら物知りなやつだと思えば、当たり前のことも知らない。動き方も話し方も、なんかちぐはぐなんだよな。今にして思えば、ああ、なるほどってやつだけどよ。そうだね。まあ生きてりゃそのうち会えるさ。元気出せ、姉ちゃん。会えるよね。ツンツン頭の居場所さえ分かれば、このハイウィンドでひとっ飛びよ。もしかしたら、心当たりある？北のクレーターの奥底で地面が崩れて、クラウドはそのまま。さらに地中の奥深く。ライフストリーム？そのライフストリームが海底スレスレを通っていて、時々地上に噴き出す。そんな場所があるって話を聞いたことがあるんだ。どこなのそれ。もしかしたら、クラウドも、
え、それどこなの？詳しく。小さな島があるらしい。南の島で時々ライフストリームがブワって吹き出したりするんだって。うんと小さい頃瀬戸に聞いたんだけど、よく覚えてないんだ。ごめんね、ティファ。膨らみすぎた希望は絶望の裏返し。大きすぎる愛はお前を打ちのめすことになるかもしれない。どうしたらいいんだ、じゃあ。あ、同じことだな。シンラの動きは特にありませんわ。今のうちにクラウドさん探しましょう。僕も気になりますのや。あの人どこにおるのやろうな。それとももう、どうなんだろう。おし、ガッと飛びたいときはよ、こいつに指示してやってくれ。あ、オッケー。あ、レベル4になってる。行くですか？行く。行くでーす。タラちゃん。行くでーす。わーお、すごーい。おー。これは、こうして？あ、ちょっと、あれだな。いつもと様子が違うな、これ。ですね、今向かってるところにあります土地がですね、ここかな？あ、これだ、これだ、これだ。あのね、いつも私ここでレベル上げはしてたんですけど、この辺の浜でね。この辺りでなんか、いいんじゃない？この町じゃないかな。行ってみよう。お、こんにちは。ここレッドサーティン連れてこなきゃいけなかったかな。はい、こんにちは、ペッピンさん。あ、ペッピンさん。ここはミディール、のどかな温泉村じゃよ。わしらのような年寄りがのんびり暮らすにはうってつけの場所じゃって。どうも外では何やら大変なことになっとるらしいが、まだここは静かなもんじゃよ。なんだ、壺屋さん。ちっこチョコボがおる。かわいい。どうしたのお前。やけに人懐っこいわね。ははん、さてはこれか。イメットの野菜が狙いだな。お前？ミエットの野菜あげる。しょうがないわね。ほら、お食べなさい。美味しそうに野菜を食べた。かわいい。ちょっとこちょこちょしちゃおうかな。なに？わかんない。喉。あ、怒ってる。ダメ。行って。なるほどね。これで懐く場所決まってんのか。あ、びっくりした。死んだかと思っちゃった。この世、世話しない女の人に。あ、でももうすぐあの巨大なお月さんが降ってくるって言うじゃない？冗談じゃないわ。とりあえず必要なものは買いだめしとかなくちゃ。邪魔よ、あんたたち。ほら、どいたどいた。なるほどね。じゃあ最後、耳の裏。おお、マテリア出てきた。封印のマテリア。あ、なんだ、手なずけて一緒に行こうみたいな感じじゃないのか、じゃあ。OK。こんにちは。おや、見慣れない顔だね。外から来たのかい？どうだい、向こうの様子は。地震だの、メテオだの。この世の終わりが来るってのは本当なのかね。ああ、神経臭い。嫌な世の中だよ、まったく。何にも知らないで死ぬのと、全部してて死ぬのどっちがいいんだろうね。さあさあ、大出血サービス。違った、出血大サービス。他じゃ絶対手に入らない最高の武器や防具が勢揃い。早い者勝ちだよ、畜生。さあお客さん、そんなとこで突っ立ってないで中へどうぞ中へ。遠慮なんかいらないから。しかし何だってまたこんなのんきな村に店を出そうと思いついたんだろうね、うちの人は。はあ。ここか。なんかチョコボの音楽がすごい。あ、ここにもいる。あら、またあったわね。あ、なに？同じ人なのか。お金なら山ほどあるわよ。こんな日もあろうかと必死で溜め込んだんだもん。あ、邪魔よ、あんたたち。ほら、どいたどいた。なるほど。じゃあ、このチョコボも一緒に来てんのか。結局、世の中お金と物よ。それさえあればいつだって。どこだってやっていける。買わなくちゃ。とにかく買って買って買いまくるのよ。でも買っても、隕石降ってきたらなくなっちゃうよ。どうしたらお前、一人ぽっちなの？見失っちゃったのね、大切な誰かを。バカだね。もう一週間になるの、なるかな。海岸に打ち上げられた、あのツンツン頭の若いの。なんだ？ああ、むごいこっちゃ。でもあれはどうも変だね。どでかい長剣握りしめて。なんや、不吉な気がするんや。なんちゅうてもほれ、あの不思議な青い目。え、流れ着いてる。え、ちょっと待ってください。今なんて？
すみません。今の話の若い人ってもしかして。あ、この先の海岸で村のものが見つけたんじゃよ。もう一週間ほど前のことじゃ。うん、かわいそうに。あれはかなり遠くから流されてきたんだやで。クラウドよ、間違いない。クラウドだわ。よっしゃ、大当たりや。うむ、見つけたな。それでその人は無事なんですか？今どこに？ほれ、この先の、ほれ、その治療所に。そこか。生きてる。クラウドが生きてる。クラウド、ちょっと待ってや。生きてる。ああ、いる。よかった。おやおや、そんなに慌ててメテオでも降ってきたかね、お嬢さん。もう降ってきてる最中だけど。すみません。どうやら友人がこちらでお世話になっているらしいと聞いたもので。友人？あ、あの若者のことか。安心なさい。君の友人なら隣の部屋だよ。ただまだ具合が。こちらですか？失礼します。クラウド？あ、車椅子乗ってる。あ、クラウド。よかった。無事だったのね。え、これはどっちのクラウド？あ、なんだ？あー。コピーの方だ。どうしたの、クラウド？あ、クゲ？クラウド、どうしちゃったの？魔法中毒だよ。それもかなり重度のね。どうも、この若者は強烈な魔法エネルギーに長時間さらされたようだな。おそらく自分が誰なのか、自分が今どこにいるのかすら理解していないだろう。かわいそうだが君の声も届いてはいまい。本当の彼は別の場所にいるんだ。誰も行ったことがないような遠い場所に一人ぽっちでね。そんな。あんまりやな。クラウド。私たちはちょっと席を外すとしようか。さあ、君たちも一緒に外で待っていよう。ケットシーもなんだかんだで、あれだな、聞いてくれてるんだな、クラウドのこと。まあ、そうじゃなきゃこっちに着かないか。この声何？どうしてこんなことに。お願い、クラウド、答えてよ。ちゃんと私のこと見てるって、私の声が聞こえるって言ってよね。え、あなたとの思い出を信じたくてここまで来たのに。こんなのないよ、ひどすぎるよ。あ、クラウド、私、ああ先生、ほんまはどうなんです？クラウドさんは大丈夫なんですか？ほんまどないなっとるんやろ。繰り返すが、彼は重度の魔法中毒だ。あそこまでひどいのは私も見たことがない。魔法エネルギー内に潜む膨大な知識の量、それがいっぺんに彼の頭の中に流れ込んだんだろう。普通の人間には耐えきれるものじゃない。生きてるだけでも奇跡だ。しゃあないよな。養蚕ライフストリームに使ってしもたからな。しかし、どんなところにも希望の光はある。諦めてはいけない。いいかい？君たちが希望を捨ててしまったら、一体彼はどこへ帰ればいいというのかね？ほんまそうや。クラウドさん元気になるわ。ほんまに。この辺に心配してくれはるお友達がようさんおるんや。おちおち寝とられへんて。大丈夫なんですか？ええ、心配かけてごめんなさい。それで、ちょっとみんなに話があるんだけど。なになに？話っていうのは他でもないクラウドのことなんだけど、私彼のそばにいてあげたいの。
ナさんが看病してくれるんやったらクラウドさんと変わってほしいぐらいですわ。好きにするがいい。ごめんねみんな、こんな時に。ええって、水臭いな。また顔見せに来ますわ。クラウドのことは任せたぞ。うん。ほら、ハイウィンドに戻りましょうか。え？ティファまでいなくなっちゃうの？ああ、さーてどうするよ。俺たちにできることは何だ？あれと頼んだ。シド寝てるし。ん？なんかねえのか？クラウドの回復を待つなんてのはなしにしてくれよな。あの、情報あるんですけど。あ、マジ？おう、逆スパイか？ああ、もう開き直りましたか。あ、開き直りましたわ。ガハハとキャハハの二人がなんややらかす様子です。盗み聞きでもしましょうか。キャハハ来てないじゃん。さて、我々は二つの課題を抱えている。1. メテオの破壊。2. 北の大空洞のバリアを取り除き、セフィロスを倒す。何か作戦は？ガハハ、すでに最初の課題はクリアも同然。メテオは間もなくコッパみじんですな。そのための作戦はすでに実行に移しておるのです。それは各地のヒュージマテリアの回収なのです。ヒュージマテリア。ほう。ヒュージマテリアは、マコール内で圧縮されて生成される、高度に集積された特別なマテリア。これあれだよね、なんか前にさ、マコール跡みたいなところで、スカーレットさん探してたよね。それかな。そこから引き出されるエネルギーは、通常のマテリアの330兆倍。キャハハ、すごいでしょ。そのヒュージマテリアを一度に集めてメテオにぶつけるの。それはもう大爆発。メテオなんか文字通り打ち砕いちゃうってわけよ。スカーレットさんって兵器開発部門だっけ？メテオにぶつける？我々の技術で可能なのか？それはご心配なく。それよりもまずは各地のヒュージマテリアを回収すること。すでにニブルヘイムは回収終了。ニブルヘイム、うん。残るはコレルとコンドルフォート。コンドルフォート？ここに来て！コレル村ってどこだっけ？バレットのとこか。え、でもあそこにあるの？コレルにはすでに軍隊を向かわせております。あ、違うわ。あれだ、山降りてきた時にあったわ。コレルだと？これ以上コレルをどうしようってんだ。それにヒュージマテリア。知ってる？大きなマテリアのことでしょ？俺、オイラ聞いたことがあるんだ。オイラたちの小さなマテリアを大きなマテリアに近づけると何かが起こるはずだよ、きっと。だからオイラたちがマテリアの力を借りて戦いを続けるのなら、ヒュージマテリアをシンラに渡すわけにはいかねえ。それによ、クラウドが帰ってきたらヒュージマテリア見せてよ。びっくりさせてやろうぜ。バレット。なんや、バレットさん。なんやかんや言うてもクラウドさんが帰ってきはったらええなと思ってはるんや。いいじゃねえか、そんなことはよ。あ、否定しない。それよりなんだ。団体行動にはリーダーが必要だ。ふんふん。リーダーは俺だ。そう言いてえところだが、俺はリーダーに向いてねえ。嘘？そうなの？最近気づいたんだけど、え、じゃあバレットで。ダメなん？なわけでよ。シド？シドにリーダー任すの？お、なんで？聞いてた？あんたがリーダーに決まった。まあ、船のね、オサもやってくれてるしね。そんな面倒なことは嫌だぜ。これからの戦いには、あんたとあんたのこの飛空艇、ハイウィンドが必要なんだ。これは星を救う船だぜ。その大切な船を仕切ってるのは誰だ？あんただろ？だから俺たちのリーダーはシド。あんたしか考えられねえ。まんざらでもない感じ。どうだ？え、星を救う船か。ちょっと熱いじゃねえか。今のはハートにズンときたぜ。やってくれる？俺様も男だ。やったろじゃねえか。俺様についてきやがれ。おう。というわけで、最初の仕事だ。オペレーションルームがあんたを待ってるぜ。
お、あ、シオ、シドメインで動かすんだ。男ばっかになっちゃった。シドの走り方おもろ。おい、シド、どうしたどうした。準備ができ次第、コレルマコーロへ出発だ。急げよ、リーダーさん。あ、ユフィもいる。シド、パシリ大丈夫？かわいいユフィちゃんに話しかけたい気持ちはわかるけどさ。悪いんだけど、ほっといて。私は、ねえ、船は、ダメだ。中に入ってきたけど。あ、ユフィ、かわいそうだし、下ろしてあげるか。まあいいや。じゃあ今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。お疲れ様でした。次回もよかったら見てください。じゃあねー。